今回はヒーローズ 3.5 で公開されているヒーローズ3ランチャーの解説を行います。更新されたヒーローズ3ランチャーはホーンオブジアビスもプレイ可能ですので、初めての方もいきなりヒーローズ3ランチャーを導入してポタだけ遊ぶというのもありだと思います。まず GOG 版のヒーローズ3をインストールしておきます。まだ購入していない方は購入してみてください。次にヒーローズ 3.5 に行きます。 ERA ランチャーのタブを押します。ダウンロードをクリックしてダウンロードを開始します。インストーラーを起動します。インストール場所を指定します。本体の容量は小さいですが、大量の追加データを後でダウンロードするので大きめのドライブを確保しておいてください。インストールして起動すると大量のアップデートが始まります。マスターオブパペットのインストールもボタン一つでできます。私は一度インストール時にエラーが出たのでやり直しました。一度インストールしてもアップデートしないと正常に動作しません。今ではロシア語しかなかったマスターオブパペットが英語でも遊べるようになりました。ウェイクオブゴッド、神々の目覚めをプレイするなら一番人気のサードアップグレードモッドを導入するのはおすすめです。ヒーローズ 3.5 から右下のダウンロード数ランキングから行くのが分かりやすいです。ここからダウンロードしましょう。インストールの際エラーをダウンロードした場所を指定します。マッドマネージャーを開いてイネーブル、有効化ですね、それを指定すると使えるようになります。アドバンストクラスマットと併用する場合、アドバンストクラスマットを上にするようにと注意書きがありました。実際の起動シーンはこんな感じです。チャンネル登録して最高のゲーム体験を楽しみましょう。